こんにちは。今からどこ行かれるんですか？合成さんと合成さん本社に現地行かせてもらいます。なるほど、はい、しっかりスーツで決めて。はい、ありがとうございます。じゃあなんか意気込みとかあれば。意気込み、そうですね、失礼のないように。まあ初めてのこういう経験なんでちょっと不安はあるんですけど、頑張っていきたいと思います。はい、丸山さんもなんか、まあ初めての場なんで緊張はあるんですけど、まあ多分これから増えてくると思うんで、まあしっかりと、まあ、雰囲気をに慣れていければなと思います。ありがとうございます。撮影者はちなみに北本です。北本さん、もういらないですよ。ありがとうございます。撮影者ということで一番目立つ格好者。あれ一番、あれメイン主役、主役に目立ってますけど一番、ああそこからも始まってる戦いは、うん、っていう感じで、はい、やっていきたいと思います。はい、お願いします。今から行きます。お願いします。やっぱり一番僕の中で信頼しているメーカーさんなので、まあ、これからその世界一を目指して、まあ、頑張っていくにつれてそのサポートしていただくっていうのは本当に熱い信頼を持っています。今回の契約をいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからまあ立場をプロ選手として変わっていくんですけども、今回契約いただいて一丸となって頑張っていきたいと思っていますので今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕が使用しているガットは合成の XIS というガットです。まあ、僕多分中学校ぐらいからその内本さんに教えていただいて使わせていただいたんですけど、一番ガットで求めているのはその音とその打感、ちょっとくっつく感じの、打感とその高い高音を出すガットが一番好んでいて、まあ、それが一番、僕の中でしっくりきたのが XIS というガットだったので、まあ、長い間使わせていただいているということで、とても合成さんには信頼しています。まあ、これからも、競技生活でサポートしていただくということで、これからともに、世界一を目指して頑張っていきたいと思います。僕が現在使用しているガットはミクロパワーになります。ミクロパワーを使っている僕のいいところは反発感が良くてとても前衛向きなガットになっているところです。あと反発の中には僕は少し持つ部分が特にこのガットを選んでいる特徴となります。と皆さんよかったらお買ってください。また今後合成様と契約をさせていただいて、より一層同じく頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。慣れてますか？慣れてますか？じゃあこの並びで行きましょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？まあとても緊張したんですけど、まあ皆さん温かく迎えていただいたんで、まあ、こちらとしてもやりやすかったですし、撮影の方も、楽しくやらせてもらいました。まあ、今後もねこういった調印式の風景とか流していきたいなと思っているので、ぜひ次回の動画もご参照ください。ありがとうございます。そうですね、僕の方も初めてでスタジオでご撮影させていただくことも初めてだったんで、とてもいい経験になりました。でもこれからも調印式とまたその先あると思います。あそこでも、まあ、回数を重ねていくごとにまたしっかり自覚も持って頑張っていきたいと思いますので、また次回よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは北尾さんの方が何もないやん。え、ないやん。大丈夫ですか？あ、ありがとうございます。自覚持って頑張っていきましょう。自覚ありがとうございました。ありがとうございました。